まあみんな俺のこと好きになっちゃうからね。お前のね付き合ってる人はそんな感じするな。うん、わかる。なんかわかるよね。わかる、すごいわかる。なんか好き好きラブラブみたいな感じなんだろうね。わかる。やっぱその俺がいいやつだからさ、しゃあないよね。うるせえわ。前科持ちがうるせえわ。ほら、何の前科かな。控えおろうだってよ、スケさん。いや、スケさんじゃないな。スケさんが控えてくれっつってんの。カクさん黙っとけと。もう誰が誰だか分かんねえんだけど。まあ確実に肛門様はお前だろうな。だから流れていったら俺はカクさんだろうな、きっと。やった、俺イケメンじゃん、スケさん。だ。適当。よかったなみたいな。肛門様が上からね。だ。だ。だ。上から行くもの。なかなかいないぞ、そんな階層。階層。階層？階層？肛門様急に海のもずくとなった。いや、スケさんな、スケさん。スケさんか。肛門様、自分だろ。また水が押し寄せてくるかもしれない。そうだった。肛門様、今日ね、肛門のチェックしに行った。本当に、今日本当に行ったの。あ、肛門チェックしたの。肛門の、本当だよ、嘘だと思うと。あ、何、検便的な思うからね、見せるけどね。いや、ほら。あ、本当だ。何、痔なの？ほら。で、違う。おけつかゆくてね。お前、違う意味で肛門様じゃねえかよ。そうなんだよ。で、あれこれ、排便した後に、あれ、切れ痔かなと思って、言ったら、ガチの悩みじゃねえかよ。痔って多分マジで相当痛いと思う。俺で結構ちょっと痛いなと思ってたの。うん、したら、その、表面の部分がちょっと炎症を起こしてるだけで、あ、そうなんだ。全然痔じゃないのね。あ、よかったね。痔ってやべえんだなって話。肛門様からでした。以上、肛門様からでした。肛門レポート。やっぱさ、お前ケツ好きだよな。好きだね。今日ちょうど行ったんだよね。肛門科に行ってきたんだよね。肛門科じゃねえ、そんなのないよ。肛門ちゃまか。そう。そんなのねって。すごいね、熱弁されたの。俺、痔だと思ってボラギノール塗ってたのね。うん、ね、君はね、口で言ったらね、こんな絵なのにね、リップクリーム塗ってるよって。肛門科のおじさん。そう、痔って、ケツのさ、奥の中じゃん、うん、そうだね。そういうボラギノール使うの。うん、俺はあくまでケツの開いた奥じゃなくて、表層なのね、表面。そこのに塗る専用のクリームを塗らなきゃいけないのに、君は口内のクリームを塗ってるよと。逆に悪化したんじゃないかってね、怒られちゃったよ。いや、それはね、わかりやすいな。そうなの。そう、わかりやすいの、しかも。やっぱ肛門科のおじさん、ちげえわ。スペシャリストは。そうなの。やっぱ違うね。いやー、師匠に会ったね。マジでジジネタだな。俺ほんとその時笑いそうだったもんね。わかりやすいし。的確だよね。そう。うん、すごいわかりやすいわ。口で言ったらね、口内のクリームをね、リップクリームと同じように塗ってるよってさ、言われて。そりゃ聞かねえわな。いや、すごいわ。確かにって思ったよね。その構図が面白いよね。その熱弁してるところで、ああ、なるほどってお前が思ってる。ずあ、すいませんね、話乱れちゃって。乱れすぎだろ。開幕ケツの話ってどういうことだよお前。何よ。じゃあとりあえずタイトルコールだけやっとく。そうだね、肛門の話したし。タイトル肛門ですか。タイトル肛門からの、タイトルコールで。じゃあなんかほら、マッチがさ言ってたじゃん、騒がしラジオなんか変えようぜみたいな。うん、だから今日はちょっと順番を変えてみる。まあマッチ先頭だろうな。うん、
じゃあマッチチームうまいもの騒がし行って俺らラジオ2人で行くから。ああおかしいおかしいおかしい。なんかねそれについてねお便り来てたね。読むよ。ほんま？うん。ほんまが今すげえ肛門に聞こえてしょうがなかった。肛門？呼んだ？やでやで。出てくんな肛門様。呼んでねえよ。断固として呼んでない。呼んでないです。名前呼ばれた気がした。肛門って。なんだよって。直近生こぶしさんからいただきました。3月号も笑わせていただきました、コーナーも始まりラジオ番組っぽくなってきましたね。そこで質問というか意見なんですが、ラジオ番組でよくある特有の挨拶やラジオネームを決めるのはいかがでしょうか。やはり挨拶は失礼してよろしいかなを勝手に推薦しておきます。これからも動画楽しみにしています。だって。おだからなんかほらよくあるよねラジオとかでさ、特有の挨拶。まあ、例えば YouTuber でもそうだけどさ、うん、そういうのちょっと決めとくか。だから、あの、タイトルコールをやった後に、失礼してよろしいかなとか、入れてもいいかもしれないね。うん、決まりみたいな。チームジェノベーゼのイタリアントマトはどう？もう何どっから出てきたんだよ、お前。そのわ。なんかびっくりしたんだけど流れよくない。いやすごいすごいいいわ。いや今回それにしない。いや特有の挨拶を決めようっつってんのにさ、その場のノリで決めんなや。今回はこれにしようよ。なんだチームジェノベーゼのイタリアントマト。あじゃあ分かった、それタイトルコールにしよう今日。いい感じですよ。じゃあどうする、誰が誰を言う。俺チームジェノベーゼの、まあじゃあ俺最初言うよ。チームジェノベーゼので、俺はイタリアンって言うから、うん、マチトマトね。オッケー、うん、どうぞ。じゃあいきますよ。はい、チームジェノベーゼのイタリアン、トマト。台無しなんだけど。ふざけんなお前。全然アメリカじゃん。イタリアンで行こうっつってんだよ。いやいいオチだったんじゃないか。まあいいんじゃないか。国境を越えたところでね、関係素晴らしいよね。国境を越えたところ、まあ、そんな大それたもんじゃねえって。タイトルじゃん世界で。そうだね。もう何このタイトル。おめえだよ。おめえだよ。次はどうしとくかね。毎回変えとくか、なんかむしろいいかもしれない。ということで、4月号になりました。そうですね、新年度ですね。マッチ新年度だね。そうやね、仕事も始まったみたいだね。マッチ君もご入学かな。みんなそうだよ、入学の季節だね。もうそうだよ、新入社員だよ。そうだよ、まあ、俺は卒業の季節だけどな。もうお前卒業したんでしょ今の仕事。童貞卒業おめでとう。今さら何よ言ってる。え？もう全部聞いてっからな、お前のこれまでの経緯を。童貞どころじゃないよ、レベルは。本当だよ。目指せ妖精なんだけどダメ。無理だね。無理で腐ってるよね。もう、もう悪魔がなんかなってっからお前今もすでに。女の悪魔だから。敵とかじゃない。天使やんもう。いやデビルだね。子供産ませるんだよ、天使じゃん。新しく命の。ちょっとえぐいこと言うなお前。それ以上言うな。暴走始まっちゃったから。あ、じゃあ先にコーナーやっとくか。コーナーやって温めとく。そうだね、なんかあれば。うん、マッチがねまた火がつくかもしれない。そうだね。好きな丸々嫌いな丸々、いきなりコーナーから入りたいと思います。はい、はい、やった。なんとね、案がね今5個5つありますね。ああ、なので、なんか先月の人のやつも入ってるんで、まだわからないです。いきますよ。いはい、どう、はい、おわっと、これは、でもマッチが追いついていけないけど、やるぜ。松尾さんからいただきました。好きな実況シリーズ、嫌いな実況シリーズ。これはあの、今まで XY から USUM まで、あ、待てよ、これじゃねえや。あれだ。今までの俺らの実況シリーズの中で、うん、このシリーズが好きか、このシリーズ、嫌い、このシリーズは嫌だ、嫌いだ、嫌いというか、まあなんだ、あんまりっていう。何それ、マッチ地獄じゃん。
知らねえよで終わりだよな。マッチついていけないけど、まあマッチなりにもあるかもしれない、なんか見てたりするからね。俺んこっち側が配信してるやつで、いや俺らの動画かなでしょ。だからマッチの中でもいいよ、あのほら、ただマッチが出演してるやつでもいいよ別に。けどもうさ、そんななくない、ジャンルとしては。マッチあるよ、あれあるよ。まあいいや、あとでマッチ、あ、じゃあ最初マッチ聞こうか、うん、マッチ何が好きかい、実況シリーズというか、好きな、まあ好きな回とかでいいよ。好きなのは、うん、ピーカ様。ああドンキーだね。いや、やっぱね、あの動画的には一番ドンキーが盛り上がってる気がするわね。暗い暗い。あとマッチ、マッチやったら、あのゼロのさ、シンクの蝶のあの豆腐の叫び声もなんか気に入ってくれてるもんな。ああ、そう、あの叫び声、あの急に出てくるやつね。そう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 、あれなんか結構言ってるよね。うん、あれ超好き、うん、いやーねー。じゃ逆になんか微妙だなってやつある？ん、これは結構ぶっちゃけですね。俺のいない実況。正しいわそれは。100点満点の答えが出ましたね。悔いがなかったね、うん、俺でもね、マッチのシリーズだった、マッチ出てるシリーズだったら俺一番黒いが好きかな。前編通し、うん、なんかマッチ感がすごい出てるというか。面白い。そんな盛り上がったか。マッチはね、そんなにね、終盤喋んなくなるっていう、眠くなっ眠くなって、ね、じゃあストーリーにね入り込みすぎちゃってね、感情移入しすぎて、ね、全然喋んなくなるんだよね。そうだね、話に夢中でね。最初の方はすごい喋って面白かったよ。なんか馬の、ま、馬のモノマネとかヒヒーンとか。こんな知ったか俺。うん、結構うまかった、その馬のモノマネとか。クロエはちょっとね、全然再生数は伸びなかったけども面白いですね。そうだね、編集も全然してないのは面白いよね。全然覚えてないんだけど、その馬の真似とか、うん、俺も馬の真似はちょっと覚えてないけど、パート1で見るとね、ありますよ。もう冒頭5分ぐらいで言ってますね。あ、じゃあマッチと一緒にやるシリーズをちょっとなんかゲーム考えようか、後で。やっぱ荒野行動かな、うん、いやでも荒野行動離れてもできるかな。まあとりあえずは荒野行動をやっていきたいねって話だね。そうだね、うん、俺的にもやりたいし、うん、じゃあ俺の、あ、じゃあいいや、俺じゃなくてトークさんからにしましょう。次はトークさんの好きな実況シリーズ、嫌いな実況、嫌いというかまあちょっと違うなという実況シリーズありますかね、うちらのやつね。このシリーズ一番いいなみたいな。難しいよな結構。俺もどうだろうな、うん、まあけどね、前まではドンキーだったけど最近はゼロかな。お、あの濡れガラス。そうそうそう、まあその実況のしやすさもあるけど、確かに俺ら感が出てるよね。実況のしやすさ、俺ら感っていうと最近の、最近のね、ゼロだよね。うん、ありがとうマッチ。うん、俺見てないの。最近のねゼロはすごい噛み合っとるね。だよね、面白いよね。そう、何ポケモンと何が違うかっつったら、やっぱポケモンはちょっとね、意気込んでさ、ちょっと、うん、ね、苦労してっかんな、考えて言ってる時もあるからね。そうだね、発言はすごい考えるよな、厳選してるしさ。そうそう、難しいんだよなポケモン。確かにポケモンおもんないよ。だし、ほらポケモンわかんないやつとか全然ね、うん、もう面白くないしね。うん、一番適当なことが言って自由なのがね、やっぱゼロだなって思うね。確かにそれはもうあれだね、実況者の視点だよね、うん、視聴者というよりね、もうしやすさ、そうそうそう、しやすさナンバーワン、サブちゃんだから。たださ、思うのがパート10までがさ、あれ3年前の実況だから、そこが微妙なんだよな。だから、うい、視聴者の観点から、うるせえやお前、あっちうるせえ、 LINE 飛ばしてんじゃねえ。なんだろう、視聴者の観点からするとパート1から見るとちょっと厳しいんね。そうなんだよね。だから最初から俺らでやればよかったよね、3年越しにね。まあまあ、あくまで実況者目線で言ったらそうなるね、うん、だ、見る方だったらあのパート11から見てくださいって感じだな、俺からすると、ね、編集もしてないからな、パート10まで。まあ大体は 1から見ると思うけどな。
まあ、嫌いなジャンルはまあとりあえずないよ。ない嫌い、うん、ない、ね、まあ俺らはまあ一緒やろうな。辛いなポケモンだよな。そうだね、それだけ辛かったシリーズポケモンですね。そう、いや一番辛かったシリーズはポケモンサンムーンじゃないか。あのあポケモンサンムーンのファーストシーズンでしょ。そうだね、うん、あれあげなきゃよかったって動画あったっけ。あげなきゃよかったっていうのはないよ。ないよね。うん、ないないない。あ、てかあげなきゃよかったっていうのはまず編集してげー分かるもんな。そうそうそう、いやこれちげえやっつって、まあ、お蔵にする。実はあれあったからね、二人羽織とかね。あはは、あったね。皆さん知りませんが何二人羽織。一時期スプラトゥーンで参加した方は分かるかもしれませんが、ここでちょっと真実を。あのスプラトゥーン何だったのって状況よ今。あ、そうだよね、確かに。あの二人羽織をしながらゲームをやろうっていうその企画を考えてて企画的にはすげえ面白いでしょ。なんだけど撮ったら撮ったでね、全然面白くなんなかったんだよね。マッチで言ったら二人羽織で荒野コードやるみたいな、うん、全然キル取れんねみたいなさ。そうやっぱね、ちょっとイカが悪かったな。他のゲームの良かった、まあ、例えばカービィとかでも良かったな全然。そうだね、なんかねゲームが悪かった。難しい、ちょっとイカはてかなんなら何も生まれなかった、ま、マリオの1の1でも面白かった。そうなんだよね、そうマリオの1の1で良かったね、むしろ、ね、今思うとね、うん、だからちょっとまたね、なんか暇というかなんか間がさしてやりましょう。俺がさ必死こいてさ、ズボンも破けて撮った動画なのケツを破いてパンツ丸見えのまでさしたのに、体張ったのにさ、お蔵入りになりましたからね。本当だよ、ね、その時次3人羽織しようぜもう千手観音みたいになるぞそれもうわけやっか、外面も撮りたいねもうさっていうかコントローラー1個だから、うん、2つ使ってやってみる、面白いかも2人でなんかあそっち左右そっちどっちって書いてマッチそっちみたいな。そうだ、ゴールデンウィークだな。あ、面白そうだね、いろいろ企画持ってっていきたいな。そうだね、いいでしょう。じゃあちょっとそれも考えてやりますか。そうですね、じゃあ視聴者には言ってないんですけど、ゴールデンウィークに、ま、マッチんち行くんで僕たちは。そうだね、うん、滋賀に行きます。その時にいろんな企画やってみるってことでね、はい、ちょっと考えながら行きましょう、うん、じゃあ俺の好きなシリーズ、好きなねシリーズはどうだ、被るか。ちょっと待ってね、まず何やった、カービィ、ドンキー、ゼロ、ポケモン、まあ、いやでもね視聴者じゃねえな、いや総合的に考えて俺ウルトラサンムーンが今一番来てるね。あうん、なんだろう、妥協してないし、うん、100% 出し切ってる感はあると思う。でポケモンシリーズの中では一番好きだね俺、うんうんうん、一番なんか満足してるというか出来の中ではね。ポケモンを出してくるとは。そうだね、いやでも辛いけどね、まあやっぱそこがね辛い、編集長のこだわりがありますから。そうでも編集とかもちゃんとまあ頑張ってやってるし、その、うん、そういう苦労をいろいろやると好きなシリーズというよりなんだろうな、まあポケモンの中で一番好きなのはそれ、うん、ベストシリーズだね。そうベストシリーズはウルトラサンムーンかな。で嫌い嫌いというかね、なんだろうな、俺マリカー時代の俺があんまり好きじゃないかな。なんかうん、全然ツッコミもしてないし、まあそういうなんだろうゲームなんだけどさ、うんうんうん、なんかちょっと今やったらマリカー違かったりなっていうのはすごい思う。まあそれはね俺もあると思うよ、どっかにあった俺も。そうだよね、もうあったもんね。何かはちょっと覚えてないけどさ、ちょっと違和感はあったよね。うん、あるそれはね、ある来るんだよね実況者で、うん、実況やってるとね思うよね、まあ今日違えなみたいな。そう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 。でもほらなんだっけな、畑迫くんが主催したさマリカ8デラックスだっけ、はいはいはい、スイッチ版のマリカやった時のあの動画はあれはベストだ、あれをやりたかった、ずっとあれを3年前にやれたらよかったなっていう。そうだね、うん、なんかちょっと違かったかな。なんならここ直近の1年はいい感じだよね。そう直近最近すごい噛み合ってるよね、うん、うちらね。なんかね、ようやくベテラン集を出してきたよね俺ら。あ、貫禄できたんじゃない、6年やってね、やっとと安定感というか、なんかもうずっと荒引き感あったけどさ、あったね、なんかやっとちょっと貫禄出てきたかもしれないっていうのは出てきたね。お笑い芸人みたいな。なになに、お笑い芸人
お笑い、うん、まあなんかお笑いみたいだよね、うちらってね。なんかそうだ、ちゃんとツッコミとねボケがね存在してますから、うん、ちょっとダメだったらいやもう一回撮ろうみたいな言うのもあるしね、うん、うん、まあ今のところは今最近はすごい楽しいよね、やっててね辛い時期もあったけど3分とか、うんうん、はい、ということでそんな感じです。うん、結構語るんやね。語ったね、開幕語りましたねなんか途中めっちゃ脱線したけどな。ああ、それはねカットしとくよ、あのゴールデンウィークとかの話でしょうん、うん、それはカットしとく。じゃあうまい棒語録いきますか。このまま、はい、うまい棒語録、多分このシリーズの話してからのうまい棒語録は結構いい感じかもしれない。お願いしますよ、うまい棒語録。はい、まず1人目、とりあえず今回は3人またいるんで、うん、さっき誰さん、さっき実況シリーズの人は、松尾さんでございます。松尾さん初めてかな、うん、芭蕉さん1ポイントです芭蕉松尾だって。あと松尾ね、おおお、あ、おじゃない、おじゃない、松尾だった。あんながっかりする。松尾芭蕉じゃん松尾芭蕉じゃない松尾だから松尾芭蕉。はい、行きます。うまい棒語録1人目、ラジオネームケイシンさんからいただきました。ケイシンさん、ああ、個人的にはドンキーコングトロピカルフリーズでの最終回の、15分4秒に父さんが言ったこの一言が大好きです。それではお聞きください。なんだ、死んだよね、早めのパブロン覚えてる超シンプルじゃん全然さ凝ってないよねいや凝ってる、これ凝ってる、このね、この一言だけだからちょっと微妙に感じるかもしれないけど、なんかいろいろ熱弁してた、覚えてないこれ。いや、そのコメント覚えてんだけど、うん、前後覚えてない。あ、前後覚えてない、うん、最終回俺らドンキーコング今までさバカみたいにさ死にながらさなんかバカ発言してたのに、なぜか最終回だけ真面目にラスボスを考察し始めたんだよ、うん、こいつの攻撃パターンはこれだから、はいはい、次はこうやって避けるんだって言って、はいはいはい、それでそれを熱弁してる後に君がこう一言言ったんだよ、でこれで避けたらよかったんだけど死んだよね持ってんね急にそうそうそう、死んじゃったよ ね、 なるほどねって言ったら死んだよねがね、ちょっと聞いたよねになんかかぶっちゃったんだろうねで早めのパブロンって言ってまあなんか即興で言ったんだろうなそう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 、その後の俺らのなんか下りも結構好きだ関係ないんじゃないですかみたいな俺が言って、多分急にちょっとボケたくなったんだろうなそう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 、すごい最終回はねなんか色があって面白いですね。ああそういうことか、そうそうそう、なるほどなるほど、こう場面場面も覚え出してください。じゃあ次いきます。はい、ドンキーコングトロピカルフリーズでのパート10で最初の松さんがずっと操作していたんですが、4分55秒くらいでナマズかなんかにやられた時、松さんがこいつボスかと言った後、トースさんのマリオだったらクリボがボスだってことだぞって言ったのが印象だったですこういうの欲しいねあ、こういう、なんだろう、ちょっとわかりやすいね今のはね、こういうのにしましょうかゆうすけさんの実際の声をやんなくてもいいかもしれないね。そうだね、読み上げるだけで伝わるやつがいいねあ、こういう語録でもいいかもしれない。ちょっとね今流したんだけどあんまり盛り上がらなかったんでね、今ちょっといろいろいろんな、その俺がちょっとオクラにしてしまった人をなんかやったんだけどこれボスかそう、なんかねいたんで、ナマズかなんかそのヒラヒラしてるやつが大量にいて、こいつボスとか言っていやボスじゃねえよって、クリボはボスだってことだぞって言ったら面白い。ああ、こういう風に紹介しましょう。じゃあいろいろちょっとまたやっていきますね。ラジオとして紹介するので面白いって結構限られちゃうかもね。そう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 、だからここのシーンでこういうのが面白かったですっていうのが一番いいかもしれない。だからこれとか多分分かんないと思う。ゼロのシンクの超パート9の10分32秒あたりの歌尾さんのネギ要素は1個もなかったけどな、これらなんてどうでしょうか、笑わせてもらいました。ネギ要素は1個もなかったけどな。ネギ、ネギ、ネギ、うん、これ覚えてるよ。お前が白髪のキャラいたじゃん、はいはい、
あいつのこと白髪ネギとかなんかわけわかんないあだ名をつけてて、それで白髪ネギのとこ行くんでしょって言って、なんかだんだん ずっと言ってんのよ。俺でそのうるせえから無視してんのよ。いやそれネギ要素ないからね。ネギ要素は一個もなかったけどなって俺が冷静に言ってるやつ。最近出たニンニクだなこれ。そう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 。ニンニクとあとなんだっけ100号の100号だな、うん、そういう流れですね。これね本編だと面白いんだよね。編集結構編集も結構いい感じなんだよな、ね、長野か。うん、あじゃあ言うね。うん、ゼロシンクのちょパート9、パート9の10分32秒。シンクの蝶？うん、シンクの蝶。あーでもなんか可愛いのは結構多いよね。何してんだ俺。ウェイナテイ。じゃあ、白髪ネギに会いに行くの。そうだね。ああネギじゃねえけど、ネギ坊やに。そう、白髪坊やに。ネギ坊ネギ要素は一個もなかった。結構畳みかけるっていうかこう被せるように言ったんだね。ネギネギって言ってない間にさ上からもう言われちゃった。面白いなこれは。これはおもろいわ。はい、ということで、今のはひがなさんですね。ひがなさんですね。はい、じゃあそういうことで、今回は5、6を終わりたいと思います。ちょっとマッチのなんだ、うん、スピーカーから流したんで、ちょっと音質は悪いですけど、まあいいでしょう。いいでしょう、ラジオクオリティです。はい、ということで、コーナー終わり。はい、じゃあ、T シャツの方へ。トーくんがですね、昨日寝ないで作りました T シャツございますんで。あのですね、沢橋ラジオ T シャツを今週じゃない、今月作るとかいう話をね、してたバカが先月いたんですけど。いましたね、作ってないんですか？はい、デザインも何も作ってないんで。来月作ります。本当に来月作ります。忘れてたんだよね、うちらね。俺覚えてたよ。嘘つけ、違う。俺も覚えてたよ。覚えてたよ。違うんで、うちらさ、休日でね、うまい棒合宿だっつってさ、その、ラジオ T シャツを作るために、日曜日ね、二人で集まって、動画撮ろうって言ってたのに、その、ラジオ T シャツを忘れて、普通にポケモンやっちゃったんだよ、俺ら。何やってんの。いや、ほんと、だから、T シャツのために集まったのに忘れちゃったんだよね。その帰りに思い出した。そう、帰りに、いや、今日撮ったねーって言って、あれ T シャツ作ってなくねみたいな。いやその日いい感じで撮れ高でそっちに満足だったんだよ。そう、カービィも撮ってゼロも撮ってポケモンも撮って、いやいい回になったねなんて言ったら、そもそもの本編の T シャツ作ってねえじゃんっていう。なのでまあちょ来月また作ります。絶対作ります、来月。そうですね、まあまだポイント溜まってる方いないんで、ね、まあそうだね、そうそう、まだ大丈夫です。うん、デザインは次回ってことで。はい、ということで、そうだ、俺なんか話したいこと一個あったんだ、マッチに。ん、いや、まあ、話したいってことっつうかさ、うちらちょっとさ、月曜日さ、なんか奇跡が起きたのよ。うん。俺さ、ツイッターでもね、ツイートしましたね。あ、そう、ツイッターでもツイートしたんだけど、うん、普通にね、俺結構ほら、ランニングとか筋トレとかしてるっていう話をしたじゃない。うん。で、まあ、俺も普通に普段やってっからさ、まあ、仕事帰りね、月曜日に、普通に、うん、帰ってきて、よし走るかと思ってね、橋の上を走ってたのよ。うん、こうランニングしてたら、なんかね、前にさ、すごい知ってる顔がいるんだよ、なんか。うん、なんか見覚えがある人がいてさ、普通にこう素通りしようと思ったらさ、うん、そしたらね、遠くさ豆腐がさ、そう、一丁前のね、ランニングね、姿で。そう、豆腐がランニングしてさ、俺らパーってすれ違ったのよ。ね、パーッと思って。君の名はってなってね。本当にさ、すれ違い方が君の名だったよね。そうそうそう。びっくりしちゃった。何やってんだよ。あれ。何やってんだよってなってさ。いやー、びっくりしたね。まあその後普通に二人で走った。仲良く走ってるこの。お前来いよとか言って二人
二人で並んで走ったね。まさかね、並んで走る日が来ると思わなかったよ。思わなかった。全然さ、うん、この日走るよとかなくてさ。ないし、俺が豆腐がランニングしてることも知らないから。知らないんだよ。たまたまあったんだよね。しかもすごいことがさ、俺その日たまたま20分ぐらい早く仕事終わったのよ。うん、それで走ってて、で、豆腐は豆腐でなんか。そう、いつもよりね、1時間ぐらい遅く走ったんだよ。走りに行ったんだよ。このね、偶然がね、もう君の名はすぎる。そう。というかね、しかもね、その日の夜会う約束してんだよ。その日、動画撮るからっつって、俺 LINE 送ってたんだけど。じゃあまた9時なっつって終わったからね。そうそうそう。別れたからね。全然9時じゃねえじゃん。いや、びっくりしたよ、ほんと。全然食いちゃいない。もう5時、6時ぐらいになっちゃったの。そうなんだよ。フライングしちゃったんだ。びっくりだよね。いやー、びっくりしたね。本当運命そんなのもあるもんだな。そうね、世間は狭いんだね、ほんとに。そうだよ。そう、なんか笑っちゃったよ。だから、また明日俺は走るから、豆腐も走るみたいだから。時間は合わせないけど。あははは、マッチ来たらウケるわ、マッチ。すれ違うわけねえだろ。お前は諦めろ。マッチの場合は君の名はとはならない。すぐ分かる。入れ替わってるみたいな。そんなことないから。そんな展開誰も望んでねえよ。いや、男同士で入れ替わってもなしかも。何を生まれない。何も話が生まれないから。チンコちっちゃいなーっつって。せいぜいその程度の話だよね。で俺豆腐と入れ替わったらなんかケツかいいなみたいな。なんかケツが痛えなみたいな感じになっちゃうだけだから。はい、そういう話でした。ということで、はい、終わります。はい、はい、ということでまた5月号で会いましょう。あ、5月は、あ、え、あ、でも5月、そっか、ゴールデンウィークだからダメか。月の初めだもんな。うん、あれ、そうだよ。あ、そうだよ。これで月の始めだよ。うん、何、あ、どうする次のさ、騒がしラジオをさ、3人で合わせた、なんだ、会ってからやる。あー、4月のやつを、5月号を、ほら、いつもほら月の始めにやるじゃない。4月号だったら4月1日に投稿じゃない。で、5月号だったら5月1日でしょ。うん、ちょっと日にちずらして滋賀でやるな。実際に3人で会って、5月号。あー、5月1日過ぎちゃう、ね。あ、はいはい。これ4月号か、そう。そう、これ4月1日だから。本当は4月の月末に撮るつもりが、うん、ってことね。そう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 。はいはい。だから、次回の騒がしラジオは、マッチと実際に会いながらやりますか。そうだね。ゴールデンウィーク明けに配信かな。そうですね、ゴールデンウィーク明けに配信ということで、ちょっと遅れます。いやー、次の動画はめちゃめちゃ長そうだよな。あー、そうだね。いろいろ撮れたかもしれない。そうだな。1時間半動画になっちゃうかもしれない、もしかしたら。ということで、お疲れ様でした。また次回、5月ゴールデンウィーク明けに配信します。遅れます。お疲れ様でした。お疲れ様です。See you next ラジオ。違うでしょ？違うでしょ？ See you next ジェノベーゼでしょ？最後。もうなんかわけわかんねえ。言葉になってんだそれ。イタリアなのか英語なのか。じゃあ、See you next Genovese。 これだ、バカだ。ファイト。あ、止めた。だからさ、アメリカだって。あ、だからもうわけわかんねえんだって、イタリアなのか英語なのか。